久保さん、こんばんは。気になる男、第80話ですね。第80話やってきました。そして第80話は本当に、大事な話というか、まあこれはこの気になる男シリーズを通して、まあ、こういう話をすごくしてきたのかなという話の、今までのこう話があったからこそ、まあ、ようやくこう受け取れるようになったのかなと、まあ、思ったりも、まあ、してるんですけど、前回の第79話ですね。第79話、まあ、不都合な真実と、まあ、家庭崩壊を起こす例ということで、まあ、40分超のスライドを講義としていただいたんですが、まあ、それをこう読み解くのに非常に時間がかかりましたが、その時間のかかった分、これは大きな大きな大きな学びになったんじゃないかと思ってますね。これは、そしてこれが、自分にとって本当に、とても感じるというか、考えを、認識を改める非常に大きな40分の講義だったんじゃないかなと感じました。改めてもう一度ちょっと見ていこうかなと思うんですけど、家庭崩壊とそのメカニズムに迫るというところで、家庭内の分業の分担の再定義をしましょうというお話をまず一番初めにしていただきました。お金を稼ぐこと以外は消費だと。お金を稼ぐ以外は消費ですよと。なんかここにも同じこと書いてるんですけど、つまり仕事、やってる仕事のみ生産ですよと。うん。もっとその自分に分かりやすい言い方をしたら、お金を稼いでいない行動は消費ですよと。これも速稼塾の、いや今回の気になる男シリーズでも何度か言っていただいたところがあって、お金にならないことはするなと、お金にならないことはしてはいけませんよっていうお話していただいてて、なんとなくそこはこう分かったつもりになっていたんですけど、お金に仕事をね、ちゃんとしようと。で、お金にならない行動はしないようにしようと。その表面的な意味はすごく理解できてたんですけど、もう少し踏み込んだ形、家庭という中に、踏み込んだ形だと、この家事全般は消費なんだと。家事全般は表示なんだと。消費なんだと。皿洗い、消費ですよと。消費行動ですよ。掃除、消費行動ですよと。単純にその蛇口で水をひねって、その水道代がとか、電気代だとか、そういうことではなくて、稼いでいない行動自体は全部消費なんだよということ。まずこの考え方ですね。まずこの考え方。稼いでいる時間なのか、稼いでいない時間なのか、ここをより明確に、ここを前提に置くことによって、すべての考え方の根本が変わるんじゃないかなとは思いまして、そうなると、この最低限の話がすごくわかるというか、まあ、分業の話ですよね。分業。まあ、家族が皆
あ、両方共に行うと。みんなで稼ぎ、みんなで使うと。まあ、家族全員が稼いでる状態の分業だと。で、もう一つ分担の話ですよね。家族が役割を分担し、稼ぐ人とそれ以外で役割を明確にする。稼ぐ人とそれ以外、稼ぐ人とそれ以外、完全にバチッと分けると、バチッと分けるんだよみたいないうことを言ってました。本当にだ、稼ぐ人と稼がない人っていう、もうそういう、そういう風なんだろうくくり方、単純に。で、稼ぐ人、じゃあ稼ぐ人は家の生産活動、稼ぎですね、稼ぎ。生産と消費であれば生産が稼ぎっていうんであれば、全責任を担いましょうと。そして稼ぐ人の生産活動が鈍れば、全ての消費、まあこれは支出って言い方がいいかもしれない、ちょっと生産と消費であれなんで、まあ、その支出活動が滞ってしまいますよと。じゃあそこでこの家庭崩壊の話ですね。家庭崩壊、分業で無理が来るパターン、分担で無理が来るパターン、両方とも提示していただいたかなと。夫も、夫が稼ぎて、妻も稼ぎて、両方稼ぎてですと。そういう場合は分業になるでしょうと。うん、あらゆる雑事、労働を、まあ、その場その場で分業、分割していく、分割していく。臨機応変に手の空いた方がやればいいでしょうっていう。ね。いつも状況は混沌としてるんだから、手の空いた方が臨機応変に、まあ、効率よくやっていきましょうっていう決まり。まあ、しかしこれっていうのは複雑極まりない、責任の所在が不明確と。誰がどの役割を果たすのか決められていないと。分業っていうのは不明瞭な罠なんだと。分業そのものっていうのはそもそもその崩壊してるんだと。分業そのものっていうのがそもそも誰がやるかっていうのが、役割が決まってないっていうのは、まあ、そもそも無理が来てるんじゃないかと。まあ、お互いがお互いのことを分かり合えていた、いるならば、それはうまくいくんでしょうけど、それが一旦ダメになるともうぐちゃぐちゃになると。で、分担が無理が来る場合はどういうことかというと、まあ、夫が稼ぎて、妻が稼ぎてと、完全にもう役割が分担、分かれてる場合ですよね、完全に。まあ、稼ぎ手がね、稼ぐ行動自体が不能になるっていう。もうダメになっちゃった場合ですよね。人と人としてっていう言い方があるのかな。人間として。で、支え手が、体調の、支え手がダメな場合って、体調の不全だったり、突発的な用事、まあ、支えれなくなったと。まあ、それぞれね、分担したんだけど、なんかこう、役割が果たせなくなったと。まあ分かりやすいですよね。でもこれっていうのは原因がどこにあるかっていうのは非常に分かりやすいんで、先ほどの分業に関してはもう複雑に絡み合いすぎてて、原因が分かりづらいっていう問題もあるっていう。でこれの、分担のいいところは、稼ぎ手は稼ぐことだけをシンプルに考えればいいと。稼ぎ手は稼ぐことだけシンプルに考えればいいと。で、支え手は、まあ、消費のバランスをうまく整えていくということで、まあ、昭和の確かに、家庭像に近いものがあるかもしれないんですけど、むしろこっちの方がすごく分かりやすいモデルなんじゃないかなと思いますね。よく考えれば、変に、なんだろう、みんなでやろうっていうんで、じゃあ誰がどれをやるのっていうお決まりが決めれないんで、なんかぐちゃぐちゃになってるような気がするんですけど。で、この排除すべき無理、無駄、村の話もしていただいたかなと思っていて、
まあ、この無理は何かと、できないことをできないところまでやっていると、まあ、家事がすごく苦手ですと、家事がすごく苦手なんだけど、まあ、頑張ってやろうとするんだけど、なんかねみたいなまあちょっと違うかもしれないですけどね、こっちはまあ無駄に近いかもしれないんですけど、まあでも頑張りすぎてませんかっていうところですよね。で、無駄ちょっとそれも無駄もね、ちょっと家事にどうしてもつなげるんですけど、まあ自分の能力や力を結果の出ない方向に使うこと、まあ家事に結果が出るか出ないかはあれなんですけど、まあ、ともかく適材適所じゃないと、やっても苦手なのに、なんかやっても遅いのに、なんか無駄だよねみたいな、これがね、家事がねさっとこなせるなら別に全然いいんですけど、まあ、で3番村ですね、村、まあ、無理と無駄が交互に来る、まあ、最悪の状態と言ってたんですけど、だやるべきことをやろうとしてるんだけど、やってはいけないことをやってる状態やるべきことをやってるつもりだけどやれてないっていうね、やってはダメみたいな、でやらなければ、2番はやらなければならないことなんだけど、それが置き去りになってやれてない状態みたいな、なんかもう全然ダメですよね全然ダメ、まあ、これが村の状態だっていうことだったんですけど、じゃあベストってどういう状態なのっていうお話もしていただきました。まあこれ単純で、ベストは自分にしかできないことをやればいいんじゃないのと、てかそれでしょうみたいな、もう自分にしかできないことをやると、例えば月収100万稼ぐ、まあ別に100万じゃなくてもいいんですけど、ともかくお金を稼ぐっていうことが、パパ、まあ、稼ぎ手のパパにしましょうか、稼ぎ手のパパにしかできないんだったら、もうパパがやるしかないと、やった方がいいっていうか、やるしかないみたいな、月収ね100万稼ぐんならば、その月収100万を差し置いて家事をやった方がいいんですかっていうね、問題提起ですよね。月収100万を稼ぐ人が一人しかいないのに家事やってますみたいな、おかしくないみたいな、もっとやることあるんじゃないっていう、顧客サポートだってその人しかできないのに、誰でもできる家事やってるのっておかしいんじゃないのっていう、サポートはあなたしかできないんじゃないのみたいなね。で、家事はその子供に教えれば子供にもできるっていう話で、そして子供が家事をできるようになるっていうのも、まあ、家庭円満の一つというか、まあ、子供が成長する上で、特に娘だったら、娘がいるんだったら、小学2年生とか3年生になっているんであれば、本当にちょうどいいタイミングで、覚えていくタイミングでもあると。無理してその稼ぎ手の人がサポートを後回しにしたり、 YouTube 作るのを後回しにして、本当にやることなんですかと。誰でもできることは誰がやってもいいんだけど、まあ、家事ですね、家事はね、誰ができるならね、誰がやってもいいんだけど、誰でもできないことは、まあ、月収100万稼ぐとかね、をやろうとしてる人、まあ、やってる人はもう代わりがいないわけで、これやってはいけないことがあるんだと、やってはいけないことがあるんだっていうね、家事、掃除、買い物、言うたら誰でもできるわけですよね。誰でもできる。だからそれに対して、
どう考えているのかっていう、誰でもできることに対して、なぜやろうとしているのかということに気づいてますかみたいな、いうことなんじゃないかなと思っていて、さらに深く掘っていくと、金稼ぎができるのは誰なんですかと、金稼ぎができるのは誰ですか、できる人はそんなに多くないですよねと、家族の中で一人選ぶ必要がありませんかねと、そして家事っていうのは本当に稼ぎのパフォーマンスを落としてでもやるべきことなんでしょうかという問題提起ですね。稼ぎ手の人が YouTube 動画たくさん作らないといけない、たくさん作らないといけないのに、さらにサポートの問い合わせが溜まっていると、どんどんメールボックスが溜まっていってると。そうなると、金を稼ぐ行動をしないといけないのに、金稼ぎ以外の行動をしている、つまり消費行動をしている、それはそのサボってるとか、金稼ぐ稼ぎ手がなんか不手にしてるとか、無駄に時間を使ってるんじゃなくて、消費活動に消えてしまっている。一見その時間を無駄にしてないように見えて、これは金稼ぎ以外は消費活動なんで生産活動していないと、単純に生産活動していないんだと。稼げる人が稼ぎの生産活動を一旦停止してまで消費活動に加担させることでどんな利益が上がるのかと、上がらないでしょうと。生産活動をすることによって利益が上がるのに消費活動に加担する。さらに稼ぎ手は一人しかいないと、まあ、そういう客観的なところって見えてますかっていうね、いうお話だったのかなと。そして家事をすると家族のご機嫌が取れると思うのかというね、目の前で何かやってるのを見せれるからとか、家事をね手伝うと妻の機嫌がね良くなって子供に優しくするのかと、そういう可能性もあるかもしれないですよ。旦那が稼ぎ手が家事をしないから、あまり家事をしないから子供に当たるという、だからそれを防ぐために家事をやると、子供を守るために。でもこれって結局子供を守れてなくて、稼ぎ手が稼げなければ子供はいい教育も受けれなく、結局将来を狭むことになって、一番大事なのはやっぱりお金を稼ぐことで、お金が稼いで子供に教育資金だって何でも子供にお金をかけてあげることができなければ、そんな小さないさかいというか、なんだろう、妻のご機嫌を伺うようなね、小さいことをやったところで結局崩壊してしまうというところ。そして家事をやらなければやらないで、まあ、永遠にサボってると、やらないからしょうがないよねっていう、やってないよねっていう、ずっと言われ続けるっていう。でも結局それは見えることがないので意味がないというか、お金をもらう手段っていうのは銀行口座に振り込まれるだけなんで、いくらやってもその結果は目に見えるわけじゃないと、うん、だからこの家事をやらないと永遠にサボってるっていう状態はどんなに頑張っても消えない、消えることがない、
そして見直されることもないっていう事実。うん。おかしな状態になってますよね。そして、唯一財の生産者、稼ぎ手がその活動を家族によって邪魔されるとどうなるかと。この状態っていうのは、稼ぎ手が家事をしている間、ピタ一文稼げないという状態になってると。そういう状態で、家事に参加させてよろしいのでしょうかという問題ですね。そこの問題があると。稼ぎ手が家事をしている間、ピタ一文稼いでないと。ピタ一文か。ピタ一文稼げてないんだと。そういう状況っていうのをちゃんと把握してますかと。そういうとこまで深い認識をしてるのかと。家事にお金を稼ぐ以上の価値があるのでしょうかと。ないんですけど、そういうことが結局わからなければこういうことになってしまうと。稼ぎ手が一生懸命仕事をやれる環境が整っていない家族、これはもう家庭崩壊まっしぐらになるんだという今回の大きな話ですね。仕事の認識や金を稼ぐ厳しさ、これが家族自体が知らないと、共有の情報として知らないと、稼いでる人、一番頑張ってる人が、まあ一番粗末な扱いを受けると。そういうことになるんだと。そして稼ぎ手を支えるということを伝えきれているかと。結局これも稼ぎ手っていうところになるんですけど、稼ぎ手自身が自分の役割をしっかりと理解できているかと。稼ぎ手自身が。そして稼ぎ手が家族に対して稼ぐことの重要性を表現できていますかと。ここですよね。稼ぎ手自身が自分の役割をしっかり理解できていれば、稼ぎ手として自分はこういう役割を担っていると、だからやらなければならないんだっていうね、強い思いがあれば、それを稼ぎ手以外の他の人に表現できるんですけど、そこが認識が弱いと表現できないと、流されてしまうと。支え手に支えるアクションを実行してもらう必要があることを、その重要性も訴えることができないと。それが分担ではなく分業という形で、なんとなく阿吽の呼吸になって、それが役割が線引き、役割の線引きが曖昧になり、分業という形で、そして役割が明確でない、責任の所在が不明瞭だと。それによって家庭が崩壊する。全てがもう決まってないというかね、曖昧というか、そういう問題が全て積もりに積もって崩壊するんだというところでしたよね。そしてここです、一番最後のところですけど、まあ、冷静に最低家計所得をクリアしてますかと。最低家計所得をクリアしてるんですかと。クリアしてればね、クリアして全然問題ないならいいんですけど、もし最低家計所得をクリアしてないんであれば、
一本足打法でやるしかないんだと。集中ですよね、集中。一本足打法で働いて稼ぐ、稼ぐパフォーマンスですね。稼ぐパフォーマンスを落とす行動はしない。つまり全て生産活動に当てなきゃいけないと。消費行動しちゃいけないんだよっていうところ。消費行動、家事とかね、誰もができることに対してなるべく手を出さない、なるべくじゃないね、手を出さないですね。稼ぐ行動だけに集中する、生産活動だけに集中する、こういうことが大事。そして人を変えることはできないのかというところですね。人を変えることはできない。これも話題がずれたようで、話題はずれてなくて、他人は本当に変えれないのかという、でこれに対して思考停止をしていて、変えれないと思っていれば変えれないままなんだけど、いや違うと、いや違うんだと。自分の行動を変えることによって、他人は変えれませんかと。自分の行動が他人に影響を与えませんかと。もっと言うと、戦略的に他人を変えることは不可能なんですかっていう疑問、疑問じゃない、問いかけですよね、問いかけ。自分の行動、自分が責任を持って稼いで、稼ぐことに責任を持ってやると、そのことっていうのは他人に影響を与えませんかと。しっかり自分の責務を果たしていくことにコミットできれば、他人って変わっていきませんかっていうね。そしてここですね、財の担い手として変化していく。要は財の担い手としてしっかり自分が、まあ、稼ぎ手自身ですね、稼ぎ手自身が自分の役割っていうのをしっかり理解できてるかと。理解できてますかっていうね。ここが弱いとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。稼ぎ手は家の生産活動、稼ぎ手の生産活動が鈍ってしまうと、もう家庭崩壊の一途をたどるんだと。そういう、稼ぎ手はそういう責任を持ってるんだと。同じこと書いてるのかな、ここは。あ、ちょっと違うのか。稼ぎ手の、あれ同じこと言ってましたね、ちょっと。あ、全責任を持つ必要があるんだと。稼ぎ手はね、家の稼ぎに対して全責任を持つ必要がありますし、そしてこの生産活動が、ね、鈍ってしまえば家庭崩壊してしまうんだと。稼ぎ手の代わりがいない場合、稼ぎ手の代わりがいない場合、やってはいけないことがある。やってはいけないことがあるんだという認識ですよね。つまり金を稼ぐ行動以外全ては消費活動と認識してくださいよと。金を稼ぐ行動だけに特化しましょうと。それ以外は消費活動だと。そして稼ぎ手が家事活動、消費活動に参加することによって甚大な被害を与えているという理解ですね。もしこれを、この消費活動、家事活動に当てている時間を生産活動に変えることによって大きなチャンスがあったかもしれないし、機会損失をしているかもしれないんだと。要はそういうところのってちゃんと見えてますか。稼ぎ手が家事をする間、家事をねしている間、稼ぎ手がね、その時って何も生産活動が動いてないんで、ビタ一文稼げていないっていう事実、
この事実をしっかり知りましょうと。稼ぎ手が働かない限りお金は発生しないんだと。つまり金を稼ぐ厳しさ、金を稼ぐ厳しさっていうこと自体を稼ぎ手がもっと深く、もっと強く、もっと思いを持ってその事態を正しく認識していると。金を稼ぐことは大変なんだと、厳しいんだと、簡単じゃないんだっていう。でもそれでも稼いでいくんだっていう強さと気持ちと、そして時間を使っていく。もう最後はこうなるんですよね。稼ぎ手は稼ぐことだけをシンプルに考えると、もう稼ぐことだけ、それ以外は全部もう考えなくてもいいっていうぐらいで、稼ぐことだけ考えましょうっていうね。それくらいシンプル、結局最後はシンプルになると。これは YouTube で言うと、じゃあ動画を出していこうっていう、もう動画を出すしかないっていうシンプルなことになっていくんですけど、 YouTube でお金を稼ぐなら本当に全て原理原則、物事はシンプルに置き換わる。最後はそして無理を通りにっていうお話もしていただきました。今無理をすること、今無理をすることっていうのは将来につながるんであれば、無理をするべきなんだと。例えば YouTube をやっていたとしましょう。今 YouTube をコツコツ動画作ってますと、自分の影響力をつけるだったり、自分という自分という個性を人に知ってもらうために YouTube をどんどん撮っていると、自分はここにいるぞということをよりネット上で表現するために動画をずっと撮り続けていると、そういうのは収入につながるから無駄にならないんだと。でも旧世代の働き方、旧世代の働き方、体力と時間を掛け合わせた、自分の時間を切り売りする働き方、本業とアルバイトのダブルワーク、こういうことをして、どん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 時間を使って、そして体力を使って、ギリギリの戦いをしていく、無理が出てくる。消費型の働きですよね。消費型の働きだと、どん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 体力がなくなり、時間はなくなり、そしてできなくなる。いずれ無理が来る。ではなくて、蓄積型の働き方をやっていくと、YouTube で動画を作っていく。それは資産ですよね。一度作れば誰かが見てくれる可能性が生まれる。つまり、資産になると。その資産を構築する過程ではこういうことは、この無理をしていたところが最終的には道理になり、つながっていくと。ずっとね、単発で動画を作っていたものがつながっていくと。今回自分が覆面 YouTuber とかに2期生を入ってくれた方がいるんですけど、その方もずっと動画を、たまたまね、動画を見て、ちょこちょこ見ていてくれてて、そして今回募集があるということで、じゃあ入りますと。でも高さんのことは知ってますとずっと知ってましたと、ずっと見てましたと。だからもう入ることは決まってますと。問題はお金の面だけでしたというところだったですよね。まあ、今回入っていただいた、これは K さんの言葉なんですけど、結局資産を積み重ねたことが、時間をかけて積み重ねたことが、あるタイミングで実を結んだと、意味があったんだと、無理をすることは良かったんだということに今回つながったという、ちょっと自分も今回すごく嬉しいところがあったんですけど、話を戻します。そして入金がなければ円満家庭のまま崩壊、まあ、家庭は崩壊しちゃうんだと。結局円満家庭だろうが、もともとダメな家庭はもうダメなんでしょうけど、
ともかく入金が全てだったと、入金が全てなんだと、お金がないと家庭はありとあらゆる問題が発生してくる、そして崩壊する。今回の自分がタイトルつけたとこですね、脆い経済基盤は家庭崩壊へ一直線なんだと、全てはこの経済基盤が全てを担っているというか、これが全てなんだと。そして分業する、分断する、いろんな話今回しましたと。で、タカさんはどう思われますかというところだったんで、今日試しました、今日試しました。今日は一切家事をせずに稼ぎ手の責務を果たすことに全集中しました。もちろんね、子供と遊ぶ時間は別に取ったんですけどね、そこはどうしても大事な時間なので、そことは別に別の時間ですよね、別の時間、つまり家事の時間ですね。こちらに関しては全部しませんでした。これは自分にとって大きなチャレンジでしたね、やらないチャレンジですね。やらないこと、金稼ぎ以外の行動っていうのが消費活動っていうを認識する、消費活動なんだと認識する勇気、家事をやらないというのは、まあ、消費活動を定義する、消費活動と定義するんだと、家事をね、つまり家事を一切しないっていうのは悪だという認識があったところを、いやいやこれは消費活動なんだよと、お金を稼ぐ行動をしてないんだと、その時間はお金が一銭も発生しないんだと、そういうことばっかりやってるといずれお金は稼げないし、経済基盤が弱いもん、いつまでたっても経済基盤が弱いままだと、そしていずれ崩壊するんだと。当然こういうことをなると当然やっぱ変わりますとね、起こりうるケースとして、まあ大体これは分かっていたんですけど、まあこうなりますよね、なんで私がやらなければならないのと、なんで私がやらなければならないのと、まあ、これお決まりのセリフですよね、お決まりのセリフ、なんでなんだと、なんで私がというとこですね。これはね、もう何度もやって、何のために生きているのかというね、質問を投げかけても全く意に返さないとね、何のためにこの家にいるんですかと、何のために生きてるんですかと、何のために存在するんですかというところを問いかけても、話は平行線のままだと。やっぱりね、こうなってくるとやっぱり、まあ、辛いんでね、自分がどうしても辛いんで、まあ、家事をせざるを得ないというかね、そういう状況に追い込まれたというかね、これは自分の弱さなのか、それとも何がどうなのか、まあ結論としてまあそうな、どうかは分からないですけどね、まあ、結論として、家事活動をしていたと。でも今日はやらないと。家事活動というのはね、消費なんだと。お金を稼ぐ行動にならないんだと。言葉で言ってもね、分かり合えないですから。言葉で言って分かる相手なら、問題ないですけどね、言葉を交わしても理解できない、人もいるのでね、行動で示さなきゃいけないと。そうね、なったところ、もう、言ってもしょうがないんで、まあ、やってたよう、やりきったようですけどね。結局これって、今回、分かったことが、稼ぎ手の自覚が弱かったんだと。稼ぎ手の自覚が弱かった。つまり自分に原因があったんだと。周りに何とかしてほしいと思っていたけれども、それは、甘かったんだと、
自分が変わらないといけなかったんだよと、稼ぎ手の責務としての自分の理解が弱かったんだと、認識がなかったんだと、他人は変わらないなと、他人は変えれないなと嘆き続けるのではなくですね、もちろんそうあってほしいと願いながらもいろいろ動いてましたけど、そもそも自分の行動は変わってなかったんだと、自分の行動を変える、つまり稼ぐ環境というのを自ら構築していく、今までやってきたのは稼ぐ行動ではなくて稼げない行動をの環境に構築していたと、もちろん自分のそういう意図があったわけじゃなくて、もしかしたら誘導されてた部分もあるし、自分の弱さが招いた部分かもしれないですし、ただ自分としてはその状況を快く思ってなかったんですが、そうなっていたと、結果そうなっていたと。だからこそ稼ぎ手としての責務を持って日々行動すると、ここは強さですよね。甘えてはいけないと、弱さ、隙を見せてはいけないというところになるのかもしれないですね。その弱さの弱さ、そして隙を見せることによって、そこに、まあ、付け入れられるというか、ともかくですね、ともかく稼ぎ手が家事活動に参加するっていうことは甚大な被害を起こしているんだという認識、甚大な。そして今日のこのスライドなんですけど、ものすごく時間かかったんですね、ものすごく。まあ、なんでかっていうと、やっぱり自分と向き合うっていう今回の作業が多かったんで、なかなか進まなかったんですよね。でもこれを理解できるかできないかっていうのは、まあ、自分にとって本当に大事だと。大事以上のね、結局これが全ての原因を引き起こしていた。問題の初源ですよね。問題の根源。この根源があるからこそ、いろんな問題、ここから派生して、いろんな問題が発生してる。全ての問題の根源はここなので、環境、自分の仕事をできる環境、この環境自体が、しっかりと構築されてないことによって、基盤がグラグラなので、何をやってもグラグラだと。このね、自分が稼ぎ手であって、その稼ぎ手以外の行動をする、それは家事だろうが何だろうが、それ以外のことをやってるってことが崩壊につながってるんだと。だからこそ崩壊を避ける行動をしないといけないんだっていうね、手がかりになるんだと今回確信しました。もちろんね、これを今日気づいたことですぐに実践できるかと、まあ実践しましたけど、さあそれがね、何日も続くかというと、そうではないと思うんですね。当然揺り戻しだったり、大きなことがあって、でもまたその揺り戻しがあっても、確固たる自分の目標を持ってやっていく、しっかりと稼ぎ手は稼ぎ手たる自分というものを確立してやっていく、まあ、この強さっていうのが本当に大事であるし、それをできなければ経済基盤がずっと脆いままで、そしていずれ家庭崩壊は免れないと。だから今は家庭崩壊に向かって一歩一歩確実に歩みを進んでいたんだということにも気づいていなかったんですね。気づいていなかった。でも今日気づいた。今日気づいたんであれば行動できる。今までは気づかなかったからしょうがない。しょうがないって言い方あれですけど、手が打てなかった。でも手は打てる。この手を、あとはしっかりと打っていく。打ち続けていく。そして改善していく。少しでも崩壊を避ける道をたどる。脆い経済基盤を
確固たる経済基盤に変えていく、まあ、こういうことができる気づきが今回第80話にありましたね。久保さんありがとうございました。そして最後ですね、気になる男ズーム対談10月25日火曜9時からですね。なんかちょっと今回はすごく一本調子な感じになってしまったんですけど、でもやはりここっていうのは自分の気づき、自分の苦手な部分、自分が弱点としてね持っていた部分っていうのを改善するためには自分と向き合わなければいけない。自分がもしかして気づいていたのかもしれないけど、そこを気づかないふりをしていたのかもしれない。気づいてたんだけどうまく対応策、自己策が見つからなかった、そういうところに対してやっぱりしっかりと自分と向き合って、そして改善の道を見つけていくことっていうのは非常に人生で大事なのかなということを感じましたね。そしてこうやって久保さんが40分以上の講義に起こしてくれたことによって、より深いが、より理解が深まり、そして自分がここまで腹の底というかしっかりと理解することができたっていうのはやっぱり非常に大きいことなんじゃないかなと考えております。はい、ということで今回気になる男第80話、そしてこの第80話に来るまでにやっぱりいろんなこういう稼ぎ手はどう行動すべきなのか、稼ぎ手はどう行動すべきなのか、そういうことに対して結構何度も何度も俺に触れてこの気になる男で出てきたんですけど、ようやく一つのなんか方向性だったりしっくりした確立した姿っていうのが見えたんじゃないかなと思っております。はい、ということでここまでありがとうございました。そしてちょっと長くなってしまったんですが、長くなってしまいましたが、ここは本当に学びのある時間でした。ありがとうございました。そして久保さん第81話またお願いいたします。ありがとうございました。